望みを邪魔する厄介をたわ。ジエルが全力排除します。それはぬいぐるみですね。違います、おしゃべりチエルちゃんです。自分故障を押し付けてくるタイプにゃ。しかも明らかに自分モチーフにゃ。どんだけ自分大好きなのにゃ。綺麗事を抜かすんじゃないよ。王者も聖者も大賢者も皮膚にかゆみ走らばかかぬものはおらん。君とてどうせ家ではごわしごわしと尻をかき散らかしているのだろう。そんな音しません。チエルのプリプリキュートの桃尻はピンクの音色を奏でるんです。桃尻受ける。観音小説かよ、キメ。おいおい、クロエ君、おうつけたまえ。プリプリキュートの桃尻警察に怒られてしまうよ。ケツの話はチェルの穴からチェル突っ込んでチェルバチェルチェル言わせますよ。ごめんなさい。もしかしてだけど君、いつも独特すぎる文体のとっても個性的なファンレターをくれる。そうだよね、間違いない、カルミナスコスコ侍ちゃんだよね。シエル、そんなペンネームで大量の怪文書を送りつけてんの。カルミナスコスコ侍さんって普段はおとなしい方なんですね。いつもいただいてるお手紙だと、なんていうか、こう元気いっぱい、とっても独特すぎるユニークな文面なので。それは見たことないけど、多分そっちがデフォ。あ、いや、その私そんな変な名前の侍知らないし。声ちっさ。でもライブではすっごく大きな声で応援してくれるんですよね。のぞみさんに聞きました。ありがとうございます。これからも応援してくれると嬉しいです。それでいいんです。僕もケーキ大好きぐらいの感覚で言ったんですよね。はい、そしたらとにかく今は先輩の信じるチエルを信じます。チエルの名前を出してもらって高野祭の参加者をじゃんじゃん集めてきてください。チエルはこのまま校舎の中を回るんで、先輩は校庭の方をお願いしますね。それじゃあ。はあ、びっくりした。突然何言い出すんだろう、あの人。本当はああいうとこだよね、天然って怖。ふーん、そうなんだ、疲れてるんだ私。キム。わあ、よかったですね先輩。今年も可愛い後輩の誕生日をお祝いすることができて、ついでにチエルもハピチェルです。何とかじゃないですね、包括的な抽象概念です。ですね。いや、インタビュー下手か。ちょっと質問の途中で自己解決やめてください。切ってないですけど。もう飽きてます。あげたら切りないですね、チエル友達多いんで。ズナチョム、ミサキチ、あとユッキーとかかな。ユカリさんとかカリンさん、バリキャリ感かっこよ。
あとまあ普通にユニ先輩とクロエ先輩です。いえ一番とかないですよ。チエル箱推し派なんで。もちろんカルミナちゃんはそれぞれキャラが立ってて個人スペックもえぐいから選べない問題はあります。ただそれとは別にあの3人その関係性が尊いんですよ。まあカルミナ素人の先輩に一から教えてあげますけど。え、ちょっとまだチエルが答えてる途中でしょうが。っていうかこの人怖。なんで私が実は前髪1ミリ切ったことわかるんだろう。そうなんだ。あー見てるんだ。キモ。質問は終わりです。そしたら最後はチェルーン。しました。チエルくん、一月前から騒いでおいて何を今さら白々しいこと言っとるんだ。いいからおとなしく祝われたまえ。はい、おめちぇる。全員拍手。どうもどうも。いや素直に嬉しいですよね。わざわざこんな準備までしてもらって。その気持ちだけでほんと幸せです。ま、それはそれとしてなんですけど、世界の美少女チエルンへのタンプレは本日より365日受け付けてます。チェルーン。チエル、まだバイト代、通称国家予算、もらってないんですけど、これ大丈夫なやつですかね。国家バックレ案件じゃないですよね。あ、国家そういうとこあんだよ。うちも前に世界救う的なバイトしたけど、あいつあん時の日給まだくんないわ。まあまあ、落ち着け後輩たち。慌てる理系はもらいが少ないというぞ。国家予算ともなれば相応に煩雑な手続きがあるのだろう。座して待って。誰の？私の？やん！うっかり忘却のカナダ。ま、嘘ですけどね。自分の誕生日忘れるとかあるわけないですから。こういう反応する子はみんなやってますよ。髪の毛ピンクの子は大体やるんです。は？何言ってるんですか先輩。いや嬉しいですよ。全然嬉しいですよ。そうじゃなくて単なるお約束っていうか、まあ照れ隠しみたいなもんです。そんなことよりどうすんですか先輩。こんな大きいケーキ、チエルのためにどんだけ張り切っちゃったんですか。ああもう一緒に食べてくださいね。美少女チエルンの大セーターフェスティバル開催ング。さあ冴えない顔してる場合じゃありません。飲めや歌えのチェル祭り。やん、プレゼント。うっそ、チエルにですか。そんな、なんか悪いです。催促しちゃったみたいで。本当にいいんです。あら嬉しい、ありがちるです。中
紙は、紅茶の葉っぱじゃないですか。うん、かわいい香り。先輩、顔に似合わず割と洒落た趣味あったんですね。あれ、もしかしてこれわざわざ摘みに行ってくれたんです？はあ、野生の珍しいもの。おお、ユニ先輩に聞いて。ってなるやつじゃないですよね。大丈夫ですか？でもなんか嬉しいです。今日は朝から友達とか先輩とかいろんな人に吐き散らかしてもらって終始吐き散るタイプですけど。あ、これここだけの話ですよ。私今今日一嬉しいかもです。